こんにちはイマンです今日は僕が開催するネイティブにきちんと伝わるリアル発音セミナーのご案内ですいつも一日一言でリアル発音記号を用いて英語表現を教えてますけどもそのリアル発音記号をきっちりと全部1回でお教えするセミナーになってますでこのリアル発音が全部わかるとどうなるかっていうと、まあ、いちいち僕の動画を見なくても自分でこの表現はこういう発音だなというのが分かるようになります Okay、なので、えっ、ー、と、イムランいらずになるわけですね、えー。悲しいような、嬉しいような、そんな感じのセミナーとしてやっていきたいと思いますので、えー、ぜひご参加ください。で今回は、えー、大阪、東京、名古屋、札幌で開催します、okay? でえーと。内容なんですけど、なんで今回これにしたかっていうと、えー、と日本人の生徒さんが海外行って英語が通じないっていう一番の理由が、発音がちょっと違うから伝わらない、通じないっていうことが結構多いんですよね。 で、実際、あのー、発音聞いてみると、あ、それだと勘違いされちゃうな、みたいなものが多くて、まあ、RL が違ったり、TH と、TH のはずなんだけど S で言っちゃったりとか、えー、そういったことがよく起こるので、ちょっとその辺をしっかりと教えしたいと思います。で、今回3部制に分かれていて、第1部では単語をきちん、単語の発音をきちんとやっていきたいと思います。例えば、Hurt と Heart の発音の違いとか、 work と walk の発音の違いとか、そういったところをきちんとやっていって、えー、まず単語もきちんと発音できる。で、この単語もきちんと発音できると、聞き取りも良くなるんですね。work と walk の発音があやふやだと、どっちを言われてるかわからない状態になるんですけども、work, walk がちゃんと発音できてると、リスニングもちゃんとできるので、えー、まず単語をやっていきたいと思います。あとは例えば、MacDonald's の発音とかですね。 マクダーノウズ、マクドナルドなんですけども、マクダーノウズだと思っていると、マクダーノウズって言われたらわかるんですけど、マクドナルドだと思っていると、マクダーノウズって言われると全くわからないので、えー、こういったですね、えー、日本人の生徒さんがちょっとわかってない発音とかもガンガンお教えしまーす。Okay? あとは、えー、第2部では、えー、文ですね。文の、あ文というか単語と単語のつながり。例えば、ディジュー。 Did you は Did you になりますよね。そういったこの単語と単語がつながった時の発音の変化の法則、これをお教えします。例えば他にも What did you も What is you になるんで、どうやってこう t と d が出てきたらどう重なるのかとか、えー、t と母音が来たらどう重なるのかとか、そういったことを一通りお教えするんで、まあ、文を見た時にこうなるんだなっていうのが大体わかるようになってきます。Okay? で、えー、第3部では それを踏まえて、じゃあ、英語表現、日常的によく使う英語表現の発音一緒に見ていきましょうっていう感じで進めていきます。なので、えっ、ー、と、単語もちゃんと発音できるようになって、文と文の繋げ方も分かって、文でもちゃんとどうやって発音するかわかりになっている状態を、えー、最後には目指していきたいと思います。OK? ぜひ、いらしてください。で、えっ、ー、とです僕、 あの、同じこと何回もやるの嫌いなので、めんどくさく感じちゃうので、今回のセミナーで、リアル発音セミナーはもう高音臨座やりません。今回しかやらないので、ぜひご参加ください。OK? Alright. では、えー、お申し込み、お待ちしておりますので、えー、なんとか欄、コメント欄のとこに、えー、なんだっけ、こう、リンク貼ってあるんで、そこからお申し込みください。OK? でまあ、あともうちょっと簡単に、例えばどんな文を発音できるようになるかっていうのをちょっとご紹介しておきましょうかね。せっかくなんで。えー、例えば、 何にも思いつかないな。I don't know if he's coming or not. I if he coming don't know or not he's 彼が来るかどうか分かりませんっていう文なんですけども、I don't know if he is coming or not なんですよね。なんですけども、実際は、I don't know if he's coming or not っていう発音で、まずは I don't know.T I don't know. don know. don は発音しないんですよ。I don't know. で、発音しないというか、口の上に舌をつけて音を止める感じです。I don't know.if he is. で、if he is ではっきり言わずに if he is.if で、h あまり発音せずに if he is っていう風に発音します。で、coming or not じゃなくて、coming or not って発音します。coming or ここ er をくっつけちゃって、or じゃなくて、 っていう感じの発音にしちゃうので、単語と単語が繋がるときは、音が結構変わるんですよ。アメリカ英語って。なのでそこをちゃんと重点的にお教えします。で、not じゃなくてな、na, na, の音ですね。そして最後、t で止めるっていう感じの発音なので、結構大幅に変わるんですよ。アルファベットで書いてあるけど、実際の発音全然違うので、その、えー、全然違う方の発音を勉強してもらうのと同時に、えーと、 僕がわざわざ毎回こうですよって言わなくても自分で文を見たときにおそらくこういう音だろうな、こういう発音だろうなっていうのが分かるようになってもらいます。o k、okay? a l r i g h t So, ぜ、uh, ひお待ちしておりますのでいらしてください。o、okay. k See you guys later. Bye!